今年もこの季節がやってきました。全国高校バスケインターカップ、今年の年末も熱く高校バスケで過ごしたい滝口ゆりなです。1日24時間365日バスケットばっかりを考えている塚本恭彦です。24時間ってのは本当ですか？もうガチ本当ですよ。120%本当。寝てる時ももう寝てる時も夢バスケット見て、はい、次は何やりたいかって寝てないみたいな感じですから、ね、なるほど。そんな塚本さんと一緒に今年もお送りさせていただきますが、いよいよウィンターカップの季節となりました。そう、また滝口と一緒にバスケット三昧、はい、楽しみだねこれね。そうですね、まあ、このバスケットを見るだけでも僕は5歳ぐらい若くなるから、ね、本当にそうなんですよね。年末に感動して、うん、いい今年明けが迎えられる、ね、そうですよ ね、 ね、それぐらい面白いですよねこれね。さあ、その高校バスケの集大成、うん、今年も元気をもらいたいと思います。さあ、それでは今年も47の都道府県からの代表とインターハイの優勝、準優勝校、そして開催地枠1校、合計50校が高校バスケの頂点を目指して戦っていきます。そう、男子50校、女子50校合わせて100校が全部で100試合、見事な数字ですね。はい、その100試合すべて J スポーツでは生中継します。12月23日から29日まで隅から隅まで余すところなくライブでお送りします。各県を代表する生たちの集まる東京体育館4面のコートは高校生たちの貴重な青春の晴れ舞台、見逃せませんね。はい、全国の総エントリー数は男女合わせて約8000校を超えるということです。そうですね、まあ、県によっては150から200校以上のエントリー数の中を勝ち抜いてきましたから、はい、まあ、しかも3戦戦にとってやっぱり3年間ね最後の集大成なんでね、はい、見守っていきたいですよ ね、 そ、 すよね。さあ、そしてこちら一人でも多くの方に見ていただきたいと思います。そうだね、ここまでの努力の成果を見守ってあげたいですよね。今年は全国200以上のケーブルテレビ局のご協力によってここまでなんと44都道府県で予選決勝を各コミュニティチャンネルで放送してきました。まあ、この東京大会に来れたのは全国でほんの一握りなので、まあ非常に楽しみですよね。そうですね、うん、数々の汗や涙の上にこの舞台があるということですよね、うん、さあ、それではその栄えある出場女子50校のトーナメント表をご覧いただきましょう。今年も出揃いましたね。はい、塚本さん、この中でシードされている高校はどこでしょうか？今年のインターハイでのベスト8が8つの数にシードされています。ブロンナンバーシードは桜花学園ですね。え、桜花学園ですね、はい、ただ大阪代表ではインターハイベスト4だった大阪学園女子がね、初出場を果たした大阪桐蔭に敗れるという波乱があったんですよ、大阪の決勝で。さあ、そして今大会の女子は初出場、先ほどおっしゃっていた大阪桐蔭と、はい、うん、新潟県代表の開志国際高校の2校となっています。初出場でいきなり1回戦シードというのはね、これが吉と出ればいいんですけどね。そうですよね、初戦は緊張しますからね。まあ、一戦やったチームとやはりあの初めてやるシードチームっていうのはこうよくアップセットって下のチームが勝つことがあるんですよ、うんうん、だからそれぐらいやっぱり東京大会では大きな体育館なんで、はい、波乱がここではあるかもしれませんね。本番ならではの緊張感もあると思います。それでは早速ブロックごとにご紹介していきたいと思います。まずは A ブロックです。 A ブロック13チームとなっています。さあ、ウィンターカップ4連覇がかかる今年の桜花学園ですが、どのように思いますか、塚本さん。まあ、非常に強いチームで、まあ、ナンバーワンですよね、この桜花学園がね、うん、やはり王者の貫禄というのはありますよね。逆に言うと桜花を49チームがいかに破れるか、それを倒せるか、まあ、逆に言うと、まあ、戦いたいっていう、ね、チームが多かったですからね、はい、それとそれを追うのがこのブロックでは山形、まあ、勝負ですね、はい、それとアスワと千葉 A はこの辺が僕は非常に有力なんじゃないかと思いますね、はい、A ブロック桜花学園に挑んでいくというこの姿がとても注目になる。そうですね、やっぱり桜花学園やっぱりアンダー17とかですね、アンダー18とか非常に多く輩出してるんですよ今年も。その経験というのがあるんでね、なかなかこれを破るのは難しいと思いますね、はい、やはり高校生一つの経験があるとどんどん成長しますもんね。そうですね、はい、まあ、中でも今4番のこの高辻選手ね、まあ、非常にシュートもうまいですよ、ミドルレンジスリーポイントね、うん、それともう一人のツインでこの7番の加藤選手、はい、スモールフォワードなんですけども、彼女の動きというのも非常にいいですね、うん、注目選手ですね。そしてこちら9番遠藤選手ですね。それとマウリ・ステファニー、はい、マウリ・ステファニー選手は、はい、あの去年3年生だったらマウリ・エブリン選手の妹ですか。そうですね、はい、非常に躍動感あって、うん、ステファニーも非常にいいですね。それとあと6番の若原選手、
まあ、どっからでも攻められるってことなんですね。どの選手にボールが渡っても、はい、見どころがある、あるということですね。ステファニー選手もやっぱりスリーポイント打てるだけにやっぱり大きいですよね。そうですね。そしてこの井上監督、とても貫禄のある監督ですよね。もう何回優勝してるかわからないですから、はい、もうその経験というものは非常に持ってますからね、はい、去年の経験のない子ばっかりだったんで、冬に向けてのチーム、ウィンターカップで勝てばいいかなっていうつもりで来たんですけど、伝統というか、負けてない、負けたくないっていう気持ちが選手に伝わってんじゃないですかね。決めれるところで決めれたんですけど、でも最後ちょっとミスが重なっちゃったんで、そこはしっかり、次の大会もまだあるので、そこを練習していきたいと思います。まだ3冠始まったばっかなんで、まず1冠っていうか、まだスタート切ったばっかなんで、これから気を抜かずにもっともっとステップアップしていきたいと思います。まあ、井上選手、やっぱり練習での厳しさね、やっぱりディフェンスに対する厳しさと、やっぱりオフェンスというのはまあ感覚なんで、そこのやっぱり微妙なバランスというのがね、まあ、なんか垣間見えますよね、井上先生はね。井上先生はやはり貫禄があるんですけれども、塚本さんは明治大学ではどんな監督なんでしょうか。僕ですか、やっぱり個人能力をやっぱり生かすようなチームを作りますね。どうしてもやっぱりチームというよりやっぱり個人をどれだけ鍛えるか、まあ、大学の中でもやっぱり一対一の強いプレーを作りたいんでね、その部分逆に言うとやっぱり井上先生みたいにやっぱバランス感覚というのも、これも僕が見てても勉強になりますね、すごくね。なるほど、こう尊重した、こう伸ばしていくような。そうですね、僕の場合はこう伸ばして、それが強くないとやっぱりチームは良くならないと思ってますね。それでは続いて参りましょうか。まあ、次に行きましょう、はい、A ブロックですね、はい、1回戦を見ていくと、まあ、あとはですね、1回戦これ面白いですね、鹿児島純真女子と山形翔ですね、こっちですね、はい、この2つのチームですけど、まあ、鹿児島純真というのは中高一貫なので、チームの結成硬いんですよ、すごく。それプラス山形翔もね、非常にアンダー18を擁する高田選手ですかね、はい、いうので非常に面白いですね。これ山形商業の方ですね、これ、はい、非常にこちらもね、大きさもあって、この高田静香選手ですね、はい、7番の、彼女がまあアンダー17、18に選ばれてるんですけど、はい、彼女を中心としたやっぱり内外がやっぱり非常にバランスがいいのでね、まあ、大加とやる一番手、まあ、一番最初ですよね。ディフェンスからの速攻を出して、こう走るバスケットをして勝ちたいと思います。チームの目標を聞かせてください。全国ベスト4です。25年連続25回目の出場ということで、勝てば大加学園との対戦になるということです。そうですよね。ですからもう本当に完成されたチームなので、やっぱり大勝てやるときにね、どれだけ強い気持ちに臨んでいけるか、まあ、勝ては今シーズンやっぱり負けてないんですよ、大勝は。それを考えると、まあ、どれだけのことができるか楽しみですね、これはね。目標はベスト4というふうに言ってましたね、うん。まあ、そして隣の山では、福井県からは3年連続20回目のアスワと、福島県立郡山商業がいます。そうですね、アスワね、やっぱり三木選手ですかね、彼女がアンダー18なんで、そして1年生のポイントガードのやっぱり宮崎選手、これが非常に楽しみですよね。名門校で1年生で155センチでスタメン、これすごいですよね。すごいですね、やっぱりね。まあ、今年の国体少年女子はこのアスワ主体のチームでベスト4ですから、はい、まあ、かなり実力があると思うんですよね、アスワね。この辺見ててもやっぱり動きがいいのと、わあいいとこパスしますね、これね。まあ、ちっちゃいんですけど、フロアビジョンが大きいという、まあ、広いということが武器なんでしょうね。はい、そして続いてが千葉英和と秋田県立湯沢湘北戦です。まあ、千葉県もレベルが高い地区なんでね、千葉英和も今大会やっぱり3年生藤岡を中心としてね、非常に楽しみですよね。
この辺のスリーポイントもうまいですからね。千葉は昭和学院、市立船橋、そして習志野、幕張総合とライバルが多い地区ですからね。まあ、本当に強豪チームの中でこう地区がいいとですね、やっぱりそれでチーム力が上がってきますから、そこら辺はね、非常にいい地区でありますね、千葉っていうのはね。普段からそういった相手と対戦してるということは大きな経験ですよね。そうですね。だから一つ一つがやっぱり緊張感の中でやれるというのが、やっぱり選手の伸びっていうのはつながっていくと思いますね。昨年より1個でも多く勝てるようにチームではとにかく走ってルーズボールも必死に追ってやっていきたいと思ってます。で個人ではガードでキャプテン最後の大会なんで冷静に笑顔でやっていきたいと思います。秋田県代表の湯沢湘北ではね、4番の阿部選手、11番佐々木選手ね、スリーポイント期待したいですね。はい、阿部キャプテン、インターハイで松江商業に敗れて、警戒していたドライブにやられた力不足ですというふうに話していました。もう一方の山です。滋賀短大附属は9年連続出場です。対する神奈川県立金沢総合は17年連続ですね。はい、こちら滋賀短大附属です。非常にやっぱり鍛えられて、まあ、ジュニア世代から滋賀っていうのは結構クリニックとか強化をやってるんですよ。その世代の子たちなんですね。ナショナルチーム経験のやっぱりコーチの方たちとか行ってやっぱり強化をしてるんで、やっぱりこの滋賀短大も非常に僕は強いチームだと思いますね。そしてこちら金沢総合です。3年前にはインターハイで優勝しましたね。そうですよね。もう神奈川県もね、非常にチーム数多いんで、その中で5番清田とかね、やっぱり4番の新井選手、これで3ポイントの確率というのがね、どちらかというと非常に勝負の分かれ目ですね。今言われたやっぱり3年前の優勝の時は宮沢選手がいたんで高さもあったんですよ。だから今年の金沢総合というのはちょっと大きさがないので、どちらかというとアウトサイドのシュートの確率がポイントでしょうね。全員で本当にチームプレーで、オフェンスもディフェンスも私たちは背がなくて能力もないので、本当にオフェンスはまあシュート率を上げることがまず第一なんですけど、そこからリバウンドもみんなで行って、でやっぱりディフェンスが金沢総合は伝統的なディフェンスをやっているので、本当にみんなで一つのボールを守って全国の強豪たちに食らいついていきたいと思ってます。そしてその勝者を迎え撃つのが三重県立四日市商業です。ここ東海地区もね、大川や岐阜女子をはじめ強豪校がひしめていますからね、こういうところでやってるとか強くなりますね。はい、特に四日市はね、やっぱり全中バスケの常連校の朝毛中学校からいい選手が出てくるんですよ。はい、ですからまあ非常にいいチームに仕上がっていくと思いますね。そういった理由もねあるんですね。そうですね、やっぱり自分たちの県の中の中学校にいい選手が出てくると、やっぱりその高校に入りますから強いと思う。そうすると一挙にこうウィンターカップ常連校になってもおかしくないですね。次の山が茨城県から久しぶりの代表、明秀学園日立。はい、中でも7番岡田、5番中尾、9番前田、これ注目したいですね。はい、明秀学園日立はインターハイで3回戦まで行ったんで、かなりのポテンシャルは持ってるんですよ。はい、中でも、ね、これ今決めました5番中尾選手、182センチ、彼女のポストプレーというのは期待したいですね。はい、まあ、ちょっとインターハイの片稲戦ではね、外角のシュートに難点あったんで、その課題がね修正できてるかっていうのがこの土浦日大戦でもね興味あるところだったんですね。はい、ここもうまいですね。はい、バックドアカットからの、ね、やっぱりシュートですから、この辺はインターハイが伸びてますね。はい、そしてこの9年ぶり20回目出場を決めたのは逆転のブザービーターでした。すごい、さっき言った外角の課題というのがね、はい、ここでやっぱりちゃんと修正できてるんですよ。それがウィンターカップで道開きましたね。はい、そして対する香川英明高校も4年連続19回目の出場です。非常にね、この英明高校でバランスを解いたチームだと思いますよね。逆転の
翔ビザービーターすごかったですね。感動するよね、はい、あのヘッドコーチは飛び跳ねた気持ちで僕よくわかるんですよ。それぐらい最後のところってやっぱりデザインされてるか、まあ、ボールがねインサイドかアウトサイドでこれでオープンを探したでしょ、そこで打ったシュートが入ったらねこれ気持ちいい、はい、まあ、そこで決めたっていうのは素晴らしいですね。選手にとってもいい経験になりましたね。まあ、いい経験でしょ、こういう伸びるでしょあれでね、はい、そして2回戦は岡山の就実高校ヘッドコーチのやっぱり斉藤、まあ、ヘッドコーチよく鍛えられている、ね、印象がありますね、はい、5番の藤原選手が7番の織井選手、この辺に注目したいチームですね、はい、昨年のウィンターカップでは1回戦沖縄の那覇高校に1点差で負けています。藤原選手の悔しい気持ちが今回どう生きてくるのか注目ですよね。まあ悔しかっただろうね、その悔しさをどう生かして今年に臨んできたか、まあ、本当に興味ありますね、はい、去年2年生だった8番藤原選手と1年生織井選手がスタメン出場していたんですね、うん、だからまあその経験というのもね生きてると思うんだよ。だからまあそのウィンターカップでねもっと伸びるから夏からの間にその時にやっぱりどういうプレーを見せてくれるかというのがね楽しみですね。よくこう負けることも必要だなんていうふうに言いますけれども、うん、どういう負け方が必要なんですか。やっぱり負けるっていうのはね逆に言ったらどう負けても一緒なんですよね。ただその負けるっていうことをどう捉えるかが一番大事で、負けたところでもう一回立ち上がっていってやっぱりもう一回もう向かっていくという気持ちが芽生えた時に僕はもうメンタルとやっぱりフィジカル心と体っていうのはリンクされてますから、もう一歩上のやっぱりチームを目指せるんじゃないですかね。負け方というのはその一人一人の捉え方、うん、捉え方、ね、その捉え方で僕は絶対に、ね、早くに立ち向かう勇気というものを持ってね進んでもらいたいんですよ。だから、まあ、ブザービーター負けたとかいろいろあるかもしれないけど自分のバスケット人生まだ続くからね、もう一歩一歩前の方に前進していってもらいたいですね、はい、うん、プラスに変えていっていってほしいですね。ただこのウィンターカップはね3年生にとっては最後の試合なんですよ、はい、負けるという経験はいらないんです。もうまさに集大成の戦いですからね。そうですよ、集大成ですからね。以上 A ブロックをご紹介しました。さあ続いては B ブロックです。塚本さん行ってみましょうか。行ってみましょう、はい、ここのシードにはですね東京成徳と聖カタリナですね、これ両校とも強豪ですよね、はい、もう非常にまあこの両チームというのは上がってくるのが注目です。それに面白そうな1回戦宇都宮中央女子と清和学園、もう一つ和歌山親愛と広島観音高校です。この辺りが注目したいですね。はい、塚本さんの目が輝いていますけれども、はい、輝きますよ、面白そうなんですよ、はい、見てみたいですね、うん、ぜひともね。それでは順番に見ていきましょうか、東京成徳への挑戦権をかけて高知県お香と兵庫県私立天ヶ崎です。まずはお香ですね。はい、まあ、いいペネトレーションですね。やっぱりドライブがうまいですね。やっぱり強いチームってウォーッとタッチだ。すごいパスですね。いいパスですね、今のね。やっぱりバランスがいいですよね、やっぱり強いチームっていうのはね。そしてこちら私立天ヶ崎。こちらの方はね、やっぱり私立天ヶ崎は40分間フルコートのゾーンプレスを引くんですよ。すごいですね。それが見てて面白いですね。見応えありますね。見応えありますね。まあ、もうリングでこうやって得点を取ってくるとすぐにこう仕掛けてきますから、小気味良いですし、まあ、僕の地元でもあるんでね、はい、ちょっと尼崎のこのちょっと応援したいね、うんうん、はい、そしてこちら東京成徳に立ち向かっていくわけですね。そうですね、まあ、東京成徳にも、ね、2人のアンダージャージのメンバーがいるんですよ、はい、今シュート打ったのが7番の田中真美子選手ですね、はい、170cm、うん、うまいんですよね、やっぱりね、今のクロスオーバーからペネトレーションとかね、ドライブもうまいですよね。こういうポストプレーカーもできるんで、まあ、何回どっちもこなせるっていうのはね、彼女の魅力ですよね、はい、こちら6番の河合選手、こちらもアンダー18でね、これだから6番のやっぱり河合選手と7番の田中選手がインサイドもアウトサイドもこなせるというところも東京成徳の強みじゃないですかね、はい、170cm、180cm の長身の2人ということで、ウィンターカップで上に行くっていうことが目標なので、3年間の集大成としてウィンターカップ頑張りたいです。インターハイで桜花学園さんに大差で負けてしまったので、桜花学園さん
とやることを一つ目標としながら、ウィンターカップでベスト4以上なれるように頑張ります。そして次の山が塚本さん注目の1回戦ですよね。宇都宮中央対清和学園です。栃木県はやっぱりインターハイでは宇都宮文星でしたかね、はい、ウィンターカップは去年に続いて代表権を取りましたね、はい、ただね4クォーターのこの7分ぐらいでもいい勝負してるんですよ。はい、いいシュート決まりました。いいですよね、やっぱりここら辺が話しどころだったんでしょうね。それで4クォーターのこのダイナミックなプレーが出たんで、一挙にやっぱり宇都宮中央がね持っていきましたね。ただね、女子でやっぱり80点超えてるっていうのはね、かなり展開早いですよ。これはオフェンス力がかなりあると思う。それぐらい、あ、宇都宮中央っていうのはちょっと期待したいですね。いい笑顔がはじけてますねいいですね、うん、私も緊張してて思うようなプレーが出なかったんですけど、周りの仲間たちが支えてくれて、徐々に自分のプレーができるようになったと思います。やっぱり先生方や仲間に感謝の気持ちを伝えられるようなプレーをしたいと思います。そして相手は4年連続24回目の出場、宮城の清和学園です。今年は男女アベック出場です。まあ、この勝負わからないでね、やっぱり中央とこの清和でしょ、両チームとも熱心なコーチに鍛えられてるからね、まあ、この両チームはどっち勝っても2回戦も分かんないですよね。まあ、最近の熊本県は激戦区になってるんでね、県立大津のスタメンは全て3年、4番の森川中心に粘りのディフェンス、どうなるかね。チームのキャプテンとして苦しい時とかに自分が引っ張って絶対に勝ちに導けるようにしたいと思います。全国では自分は小さい方なので、それでもフックシュートという武器があるので、それで戦っていきたいです。ベスト4を目指して頑張るぞ。それでは B ブロック最後の山です。札幌山の手と聖カタリナが両脇にいますね。まずは札幌山の手、インターハイでは3回戦でやっぱり東京成徳に負けたんですよね、はい、ベスト8まで進めばそのリベンジが叶うんだよね。そうですね、4番斉藤選手が点取り屋でこのチームの中心ですね。そういったね、なんといっても1年生の186センチの栗林選手、はい、あの先輩の長岡選手より高くて上島先生が一番期待してるんですね。彼女ですね、高いですね、大きいですよね、頭一つ飛び抜けている感じがしますね。彼女中学校1年間クリニックしてるんですよ、はい、まあ、体もね、良くなってきましたし、うん、バランスも良くなってきましたね。期待ですねこれね、はい、そしてその札幌山の手に挑むのが和歌山新愛対広島観音の勝者となるんですね。広島県ではこの広島観音と、まあ、広島南のライバル関係がね、何よりの強化策ですよね、はい、まあ、若いチームだけに、まあ、この両チームがやっぱり競い合うことがね、チーム力を上げますね、はい、わあ、綺麗なシュートですね。そうですね、それでアウトサイドの次はこうドライブですから、はい、まあ、この観音高校もやっぱり内外ね、非常にバランスよく攻めていきますね、はい、内からも外からも、そう、内からも外からも、まだまだ流れが悪くなったらミスも何度も続いてしまって点差を縮められたりしてしまうので、しっかりそういう時でも落ち着いて自分たちらしいプレーをできるように改善していけるようにしていきたいです。自分たちは全国の中でも小さいので、もっと走ってもっとディフェンスを強化していかないといけないと思うので、そこを強みにしていきたいと思います。試合の持ち味であるやっぱりディフェンスを最初から粘ってそこに持っていって自分たちの流れにしたらいい結果が出ると思うので頑張っていきたいと思います。
和歌山県も県を挙げてチームを強化しているようですね。そうですよね、まあ、来年に和歌山国体で控えてますから、うん、逆に言うとやっぱり何年も前からやっぱりあの下の方の若い世代を鍛えてますから、それがもう身になってますね、はい。そして続いては聖カタリナの山です。1回戦は島根県立松江商業と長崎県立長崎西です。松江商業はインターハイ2回戦延岡学園のね188センチのニャンに42点を取られたんですよ。それでも1ゴール差で負けたんですよね。この辺もねやっぱりいいシューター打ちますね、すごくね。ただ42点取られてもそうでしたからね。そして愛媛代表聖カタリナです。去年ウィンターカップで優勝した大川に3点差とね、最も大川に迫ったのがこの聖カタリナなんですよね、はい。あの時の試合に出てスタメンで出ていた10番篠原選手、11番曽我部選手、15番木村選手は今年の主力で戦っていますもんね。大川全員3年だとしたら今年はアドバンテージなのか、うん、4クォーター大川を7点に抑えて最後曽我部のスリーポイントが外れ、悔しい準決勝での敗退となりましたね。そして新メンバーへの問題、今年6番木村、5番曽我部、7番篠原がやっぱ主力でね、経験も積んだんで素晴らしいプレーに変わりましたね、はい。アンダーセブンティーン、アンダーエイティーンにこの6番木村、5番曽我部、7番篠原入っていますからね。まあ決して楽じゃないブロックですよね、ここはね。やっぱりスリーポイントだけじゃなくて、もっと自分が切ってて、あの他の後輩たちにアシストができるような、そんなプレーを求められていると思います。ウィンターカップは自分たちにとって最後の試合になるので、やっぱりチームでモットーにしていることは走るバスケなので、そういうことをしてラスト日本一目指して頑張りたいと思います。はい、日本一を目指すと力強く言ってくれましたね。いいですよね、やっぱり日本一を目指してやっぱり一つ一つ勝ち上がっていくというのがすごく大事ですからね。その最後に負けてもとっても本当に感動をもらうんですよね、うん、最後まで頑張りきる姿っていうのをみんな見てますよね。まあ、これはあくまでスポーツ、まあ、教育の中一環でもあるんですよね、高校はね、育成ですから、それを考えるとやっぱりその一試合一試合、それだけ成長する自分というのを、ね、見ながら進んでいってもらいたいですね。はい、今年もいい試合を期待したいと思います。目指せ頂点、全国高校バスケウィンターカップ、まずは女子 C ブロックから見てみましょう。Cブロックも動画上がってくるのかわからないですけども、まあ、シードさせ大阪桐蔭と八雲学園は有力だと思います、はい。まずは左の山からこの3チームから見ていきましょう、まず1回戦は強豪ひしめく愛知県代表安城学園と2年連続5回目の徳島県立富岡東ですね。中でも安城学園はね、去年のウィンターカップでも2回戦山形商業、3回戦新潟中央と強いチームを勝ってるんですよね。そうですね、はい。そして準々決勝で岐阜女子と当たり3点差で負けてしまいました。惜しかったんですよね、まあ、今年のインターハイでも東京の明星に2点差負けてね、惜しいゲーム落としてるんですね。大きな大会で僅差での敗戦ということで、キャプテンの山口さんですが、自分たちの甘さを認識した、どうしてワンゴール差で負けたのかを追求して改善してきました、悔しさをバネにして爆発しますと語っていました。そしてこちら富岡東ですね、2年連続5回目の出場です。4番木下選手、そして6番藤崎選手注目です。今見てると4番の木下選手がまあインサイド側でプレーですよね。それ6番のあれですね、藤崎選手がまあアウトサイドですよね、ここですね、スリーポイント、まあ彼女2人というのがメインなんでしょうね。チームの柱となっているわけですね。そして勝ち上がると初出場の大阪桐蔭です。大阪桐蔭対大阪薫英の試合です。まあ、中でもね、この15番の西岡梨沙選手ね、彼女が注目ですよね。まあ、あの辺のあのハイポストとか、またこのドライブからね、これ見てもらいたいんですよ。ストップジャンプシュートを打てるんですよね。185で大きいんですけどね、非常にうまいですね、彼女はね。
アンダーセブンティーンでも一番大きな選手だったんですね。そうですね、はい、活躍しましたからね、はい、それで4番北川選手と6番白浜選手だ。インサイドアウトがしっかりしてる、やっぱりこれ強いチームの条件ですね、うん、これタイムアウト後なんですけど、まあ、クーエも意地がありますから、まあ、プレッシャーをかけに来るんですけど、まあ、ここら辺がもうクーエという大きな壁を乗り越えられるかって最後のところですね、ここ、はい、かなりプレッシャーをかけてくるんですよ、これ本当ですね、ディフェンスもすごいですね、はい、惜しいんですけど最後のところのこの高さが生きるんですね、悲願の初優勝、ライバル大阪薫英を下しての三田カップ初出場です。桐蔭は大きな壁を乗り越えたんだね、これね。そうですね、もうめっちゃ嬉しくて実感がなくて、みんなで優勝したんだよね、うんっていう言葉をすごいやってて、もうあとはウィンターで暴れるしかないと、はい、思いっきり暴れてほしいですね。暴れてもらいたい、暴れられる資質ありますからね、はい、僕も一番近畿の新人で見たんですけど、うん、もう彼女を見た時こう愕然としましたよ。まあ、ポストアップもないし、まあ、ポジション取りもいいし、アウトサイドのシュートが綺麗だったんですよね、はい、まあ、なかなか久々に185であれだけあんなの見たんで、まあ、ウィンターカップ楽しみですね、どんな活躍してくれるのか注目です。続いてですね、この大阪桐蔭と2回戦注目の試合ですよね。あ、1位スマイバチですね。中でも1位スマイバチは5番の森田選手の、ね、インサイド、これ7番渡辺選手も綺麗があって、このジャンプシュートうまいんですよ。そうですね、はい、シャープな動きですね。シャープな動きですよね、これね。それと6番の、ね、鈴木選手のこのパス、これも、ね、なんかね、見ててね、面白いチームだと思うんですよね。ウィンターカップ、こういうチーム暴れてもらいたいね。そうですね、見ていて楽しいですよね、うん、こういったチームは。そしてそのお隣が一関学院ですね。こちらも岩手県で出場でね、やっぱりあのオールコートはプレッシャーのディフェンスをかけてきますね、一関学院ね、こういうとこいいディフェンスですよね。そしてこちらが米子南です。ミドルレンジのシュートがうまいですね、ここは。そうですね、はい、でその前の1回戦が龍谷富山。龍谷富山も僕も試合見たことあるんですが、ここはトランジション切り替えを非常に激しくやりますね。そして山村学園です。そうですね、まあ、埼玉県も学校数が多いんでね、大変なんですよね。その全中バスケの名門入間市のね、金子中学校ってあるんですけど、はい、そこのいいプレイヤーがここに集まってくるんですね。5番の野口選手、これで10番の渡辺選手ね、うん、この辺はその中学校でなんですね、はい、この全国を経験している中学でね、活躍した選手たちを預かるコーチも責任重大ですね。そうですね、やっぱりあのそういう選手たちをどう育てていくか、やっぱりいい師匠先生との出会いがね、大切ですね、はい、そしてそのお隣ですが、激戦区静岡県から4年連続で常葉学園が出場です。常葉学園は中高一貫校ですから、基礎から徹底的に鍛えられたチームですね。はい、3年生に稲葉姉妹、そして1年生に伊藤姉妹と双子の姉妹が2組もいます。なかなか珍しいですよ、全国のないですよね、なかなかね、はい、そして奈良文化高校ですよね。こちら2年連続15回目の出場です。奈良文化ってあんまり聞いたことなかったんですけど、15回も出てるんですね。まあ、非常にチームとしてはもうインサイドを頑張ってチーム全体で攻めるようなチームですね。あ、華麗でしたね、今のドリブル、ね、ロールターンから、はい、それとね、こんな遠いところからのロングショットですよ。わーすごいこういうのをあの東京体育館で見せてもらいたいですね。そうですね、絶対会場盛り上がること間違いなしです。そして待ち受けるのは開催地枠で八雲学園です。
インターハイベスト8の明星学園に競い勝って東京生徒に次ぐ2位で決めましたね。5年ぶり2回目の出場、2位で、これで彼ですね、はい、177センチ、はい、スタメン5人ともなかなか大きいんですよね。平均で 175.2cm あります。 175.2cm は大きいですね、はい、こちらも高橋選手が決めています。まあ、全体的にバランスがやっぱりいいんでしょうね。そうですね、はい、大きさがあるだけに誰もがポストアップできたりとか、アウトサイドシュート打てるんでしょうね、はい、9番の中島選手183センチあります、うん、あ、こちらですね、 ですね、はい、それ7番の吉田選手も176なんで、これ誰がインサイドやってもいい形、あ、これがもう最身長の180の中島選手ですね。とても接戦になりそうな、うん、まあ、こういう高さの魅力なチームというのは一発なんか大きなことやりそうだから、すごく楽しみじゃないですかね、はい、そしてやっぱりこの僅差ですからね、うん、全国大会となると、はい、うん、心の持ちよう大事になってきます。そう、力の差がない時というのはやっぱり最後はね、勝ちたいという思い、それがすごく大事なんです。ただね、勝ちたい思いだけではガチガチになっちゃうんで、エンジョイって楽しむことが大事です。 あの広い大会で全部自分を見てるんだって、全部自分のプレー見てくれてるんだというところで楽しんでもらいたいよね。緊張感を楽しむということ、緊張感を楽しむ、それが僕たち のアドバイスですかね、うん、頑張ってもらいたいと思います。以上 C ブロックをご紹介しました。さあ、それでは最後の D ブロックです。こちらのブロックはウインターカップとインターハイ2位の昭和学院、それとインターハイベスト8の福岡大附属若葉高校がシードですよね。こちら両校ともに代表選手を抱えています。その中でこの石川県立津端高校と慶心、それと山梨県立の宮崎高校、小林高校、宮崎ですね、この1回戦も注目ですね。まずは4年ぶり14回目の出場となる津端高校です。まあ、津端高校でね、やっぱり毎年いいチームを鍛え上げてきますよね、ここはね、14回目の出場ってやっぱり歴史を感じますよね。まあ、感じますね。僕らも津端っていう高校を聞いただけで分かりますから、でまあ、逆にこの大鳥校も非常に粘ってるんですよ、大鳥学園もまあどちらかというと若い高校なんで、その間でこう敗れた時、はい、ね、津端強いですね、やっぱりね。ヘッドコーチの胴上げいいですね、こういうのはね、そして3年連続10回目の出場となる山口県代表の慶心です。こちらの注目はね、2年生コンビ、9番の山下と10番の藤永です。そこら辺がね、すごくね、いい動きするんですよね。まあ、この慶心も、まあ、津端もどちらも鍛えられたいいチームですね、仮に津端が勝ち進むと福岡大若葉とのインターハイリベンジマッチですよ。リベンジマッチは燃えますからね、はい、そしてその福岡大附属若葉高校からアンダー18日中韓代表に選ばれたのがこちら今出ていますね、4番中村選手、5番大石選手、8番の内尾選手です。若葉もやっぱりこういうの見てるとやっぱり上手いですからね、1対1、例えば大きな大会に出てるんで非常に経験持ってますよね、はい、これ津端もね、因縁を持ってるんですけど、仮にね、津端と慶心のところで慶心が勝ち上がると、そのアンダー18を引いてたのが慶心の村田ヘッドコーチなんですよ。だから若葉の選手たち代表出てるじゃないですか、はい、そのヘッドコーチと戦わなくちゃいけないっていうのも、これも因果なもんですよね、これね、ゆうなちゃんね。なるほど、面白い関係があるわけですね。あるわけですね、これね。それ若葉はいつ見てもね、これ動きがいいね、一対一がうまいんですよね、まあ、本当福岡県出身の出てくるチームっていうのはもう男子もそうだけど、一対一がうまいですね。3年生全員が心一つにして立ち向かっていくことだと思います。3年生と最後の試合なので、できるだけ長くコートに一緒に立っていきたいです。若葉は速攻が 主にやるチームなので、しっかり速攻を出していきたいと思います。絶対優勝します。
そしてその隣の1回戦が16年ぶり4回目の出場となる山梨県立韮崎と6年連続31回目出場の宮崎県立小林です。まずは韮崎の試合。韮崎ですね、まあ、山梨県には、ね、富士学園という強豪がいたんですよ。その子の、まあ、富士学園を乗り越えてね、まあ、16年もかかってようやくこのウィンターカップを掴んだってやつですね。インターハイでも富士学園が出てましたからね。そうですね。ですから逆にもうこのウィンターカップの決勝っていうのはね、一勝じゃないですか、勝ったことは、まあ、その壁を乗り越えるってなかなか難しいじゃないですか。だから乗り越えるっていうのは本当に大変ですから、それをやった時の選手のこの感激っていうのは分かりますね。達成感がありますよね。ありますね。初めての舞台で緊張すると思いますが、自分たちの今までの3年生とやってきたことを生かせるようにやっていきたいです。16年ぶりに行くということで、みんな挑戦者として宮崎のバスケットができるように頑張りたいです。しかし宮崎の古豪小林高校も黙ってはいませんからね、今年も非常にチームでもう全体的に鍛えられてますね。まあ、ハードプレー、ハードワーク、それがなんか合うようなチームですね、小林はね。応援にも力が入りますね。男子のバスケットが応援しに来てるんですかね、今ね。このチームはインターハイに出てないので、大きな大会っていうものはまだ慣れてないと思うんですけど、みんなのことを信じて楽しくプレーしていきたいと思っています。自分たちは全国に出たら小さいと思うので、もっとディフェンスから流れを持っていけるように頑張っていきたいと思います。身長が小さい分、スピードやパワーを生かして小林旋風を巻き起こしたいと思います。小林旋風を巻き起こしたいって、なんかいい言葉ですね。いいですよね。まあそれぐらいなんかね、あの気持ちが出てコートでやってくれると、東京体育館にやっぱファン来ますよね、はい、そのファンが盛り上げてくれると思うんですよ。だそういうなんか旋風を巻き起こすようなものをやっぱり期待したいですね、はい、この東京体育館の雰囲気に飲まれずに、自分たちで風を起こしてくれたらいいなって思います。ウィンターカップっていうのは、まあ、本当に選手からしたらやっぱり求めるもんだけど、まあ、エンジョイしてもらいたいっていうのが、ね、僕らコーチ陣の願いですね。はい、楽しみにしています、はい。そして迎え撃つのが新潟県代表開志国際高校です。こちらは初出場なんですよね。そうですよね、まあ、オール1年ということが非常に注目ですよね、ここはね、はい、これでヘッドコーチもやっぱり富樫ヘッドコーチという、まあ、中学校ですごく有名なんですよ、本丸中学校でやっぱり2回優勝ですかね、全国大会。それで息子さんもやっぱり今海外に挑戦しているので、そのコーチがやっぱりなったということで有望な中学生たちが来てるんです、その中で男子も強くなってますから、新潟に一つの旋風を起こしてますよね、はい。そしてもう一つの山です。京都精華女子と岐阜女子です。強豪岐阜女子がここにいるんですよね、はい、勝ち上がっていくかどうか楽しみですね、それではこちらも両校選手のインタビューです。やっぱり他のチーム大きい人が多いんで、しっかりディフェンスやルーズボールなどリバウンドを頑張っていきたいと思います。前は2回戦で負けちゃったんで、もっと上までいけるように頑張りたいと思います。センターがいないので、もっとその全国大会行ったら背の高い選手とかいると思うんで、アウト徹底してリバウンド取れるように頑張っていきたいです。去年は1回戦負けで、今年のインハイも2回戦で負けてしまったんで、2回戦以上もっと上を目指して頑張りたいと思ってます。リバウンドとポストアップとディフェンス頑張ります。やっぱり自分たちの伝統あるディフェンスからのブレイクを東京体育館でやっていきたいです。チームの目標は全国優勝することです。岐阜女子は23年目の出場ということになりますね。そうですね、京都精華の方が言ったのがやっぱり小さいので、やっぱり全国
ね、言ったらやっぱ大きな選手、さあディアファト選手最後リバウンド頑張りますって言ってるじゃないですか。186センチ、彼女をいかに止めるか、それが1回戦勝てるかでしょうね。そうですね、はい、そこがポイントになってきそうです、うん。そして青森県の柴田女子に対するのは沖縄県立那覇高校。柴田女子は2年ぶり11回目の出場、沖縄県立那覇高校は2年連続4回目です。こちら今柴田女子の試合が出ています。こちらもやっぱオールコートプレスっぽいですね、今見てるとね。そうですね。そしてこちら那覇高校、那覇のヘッドコーチの矢川ヘッドコーチはよく知ってるんですよ、どちらかというとやっぱ1対1を、ね、貴重にするんでね、やっぱ沖縄のバスケットを見せてくれるんじゃないですかね。沖縄というのはどちらかというと1対1が、ね、うまいですからね。見ていて面白いプレーが多い感じがしますね、うん、すね。そして最後の山です。1回戦は大分県立中津北高校と長野から東海大附属第三高校です。バスケットボールはチームプレーなんですけど、個人でもう一人一人が強気でプレーすることを先生からもみんなからも求められていると思うので、全国大会でも強気でプレーしていきたいと思います。大岡に勝っていない昭和学院、超高校級の12番赤穂さくら&8番ひまわり姉妹ね、あとプラス15番の中村選手の180センチがストロングポイントなんですよ、それをいかにどう生かすかなんですよね。これ赤尾さくら選手ですね。インターハイ決勝では前半で10点大岡リードで終わったのが3ピリで追いつくんです、うん、そうですよね。そこからね、7番のこの加藤選手、この連続ポイントがね、やっぱ大岡で勝負どころ強いなと思いましたね、この時ね。大事な時に決めてくるといった印象ありますね。この3本連続がちょっと痛かったですね、昭和学院は。ただやっぱり最後も赤尾さくらがやっぱり意地を見せますよ、ここで、ただやっぱり追い切れなかったですね、昭和学院。ただね、やっぱりわあ、やっぱり嬉しいですね、インターハイ決勝ね、優勝ですからね、はい、逆に敗者やっぱり背中が語ってますね、見てると。そうですよね。この最大の勝負どころ、やっぱり大川のやっぱり7番加藤選手やられた、ここが悔やむところなんですけど、よく第3クォーター追いついたし、これ第4クォーターもいいゲームだったんですよ、はい、もう一回見てみたいね。そうですね、このウィンターカップという、そうだから、あの大川と昭和というのは決勝じゃないと見れないんで、必ずしもまあそういうカードになるか分かんないですよ。ただもう一回このカードで見てみたいな、期待は高まりますね。そう、それじゃないとね、やっぱりね、あの赤尾さくら選手はラストチャンスなんですよね。そうですね、3年生、はい、もう本当にアンダーでもすごい頑張ってくれて、彼女のラストプレーっていうのは見てみたいですよね。このようにアウトサイドがすごくうまいし、インサイドもこうこなせるんでね、オールラウンドプレーヤーですよね、はい、1年生の時から注目されている選手ですね。注目されましたね。それでこちらがひまわり、はい、妹さんですね。そっくりですね、はい、兄弟でのこのハイローなんか見応え十分ですよ、本当に184と183でしょ、はい、それでこちらが中村選手ですよね、この3枚のやっぱり180センチ以上のプレイヤーを、まあ、ここが昭和学園のストロングポイントなんですよ。このペイントの青いところをどう生かすか、はい、それが昭和学園がまあ決勝まで上がっていけるかのポイントになると思うんですよ。ただそこをどのようにこのガード陣がね、生かしていくか、今6番の渡辺選手ですけど、これをどうやって生かしていくかというのが一つの昭和学園が勝ち上がっていくポイントでしょうね、はい、さあ、ね、50チーム見てきましたけどね、もうウィンターカップこれが最終決戦ですからね。そうですね、楽しんでもらいたいですね、はい、さあ、そして塚本さんに今年のウィンターカップ女子の注目のベスト6の選手を選んでいただきました。本当はベスト5っていうんですけど、もうちょっと選びづらくて6人になっちゃいましたね、そうですね、選びきれないぐらい、はい、それぐらいいい選手がいるん で、はい、こちらですね、まずまあこの3人ですね、まあ、大阪桐蔭の西岡選手はもうパワフルで、はい、まあ、アウトサイドもありますからね、それとね、この大岡学園のこの2人、高津と加藤、彼女たちはもう本当に、ね、バスケット感というか、もう上手いんですよ、すごく。そこら辺を見てもらいたいんですよね、はい、それと、まあ、片稲田の曽我部、加藤、篠原、この2人というのは2年から出てきて非常に良かったのでね、見逃せないし、昭和学院の赤尾さくら、もう今では大黒柱ですから、はい、まあ、彼女を見ない手はないと思いますね。
ぜひ皆さんにも注目選手一人一人作っていただきたいななんていうふうに思います。そうですね、まあ、あの選手だけじゃなくてチームを見るね、チームの雰囲気を見るっていうのもすごくいいと思いますね。それもちょっとあの注目して見ていただきたいと思いますね。あの各チーム色があるんですよ。そうですね、はい、楽しいですよね、そういった見方すると。私もここ4年ぐらいウィンターカップ見させていただいてるんですけれども、やっぱりこの選手いいな、このチームいいなっていうのが見ていると出てきますね。それで、まあ選手のチームもそうだけど、ハマるとね、感動するよね、うん、そうなんです。その感動がもうたまらないですよね。涙なしには見れません、うん、ということで、それでは試合の日程の方を見ていきましょう。こちらです。ご覧のようになっております。最初の4日間は東京体育館4つのことでね、朝から名前 ね熱戦の嵐ですからね、それで3日目にはシート校が登場しますから、ここも見逃せないですね。そして大会5日目からは憧れのメインコートになります。それまでフロアに3面あったのが1面だけのコートになりますから、これかなり雰囲気変わりますよね。そうですよね、本当にあのメインコートに立つということが、そこはもうエリート8なんでね、はい、もう本当にあのなんていうかその名誉あることなんで、そこの感動みたいなのもね、選手たちに持ち帰ってもらいたいと思いますね。そうですね、うん、ぜひ会場で味わっていただきたいのですが、直接ご覧にならない方は J スポーツでご覧ください。すべて生放送いたします。目指せ頂点、全国高校バスケウィンターカップ、年末は高校バスケ漬け。